今度のレース3連単来たよな、これな。うん、でも6番これ一番人気だからな、やっぱ6流しだな。うん、おーし、おーし。そもそも僕ね、競馬なんてやりません。はい、どうも石井です。ありました、動画。はい、まだ撮って出してなかったシリーズ、じゃじゃん、ということで、もう皆さんご存知だとは思いますが、おすびさんのアトレのちょうど買った時でかな、だからこの辺かどっかこの辺かにあると思うんだけど、その時の俺が撮った裏動画を今回はお送りしたいと思います。眠い、今ね、もうね、もうちょっとでね11時、これ以外の時しか動画撮れないんだよ。こういうくだらんことはね。じゃあ早速動画見ていただきましょう。では VTR スタート。あ、カチューホイールじゃないですか。え、カチューホイールじゃないですか。6G ですよ、17インチ。すげえ。僕の予定では、はい、プラス45だと、はい、2ミリぐらい引っ込むんじゃないかなって。ああ。はみ出したらどうすんの。ぐらいですかね。どうですかね。あ、いいぐらいかも。お、お、いいぐらいですか。出てますけどね。出てますね。カメラで見ると出てますね。ちょっと持ってみますか。あ、でもこっからか。あ、それカメラ的に出ますね、その角度。いや、石井さん、それおかしいですね。そんなに出てないですね。そ、カメラの位置的な問題ですね、それ。なんでカメラで出てんの？目だと出ないのに。え、なんで？なんでだろう。どうすか？つらんな、あ、こうなら分かるですね。どうすか？いいぐらいですね。なんでこうやってやるとしてつらい？こうやってやったらいいしさ。はみ出し見えますね、目の錯覚したのそれ。どうやって撮れるんだろう？あ、こうか。そうすか。でも出て見える。なんで？なんでだろう。なんで？出てないですよ。なんで？撮ってる位置ですね。こうやってやったらそれは出てみますね。すごいいい感じ。まあ。いい感じじゃないですか。いい感じじゃないですか。かっこいいですか。かっこいいですね。かっこいいですね。意外といいサイズじゃないですか。今ラジオ聞いて。うん。わっちょいやん。いいやん。わっちょいやん。わっちょいやん。ちゃんと酸素のダンスを使ってます。ほら、新品のダンスです。新品のダンス。エクスペリア。ああ、エクスペリア。エクスペリア。エクスペリア。携帯ですね、それ。携帯ですね。携帯、これエクスペリア、ね。これエクスペリアですね。これエクスペリアですよ。エスペリアじゃないですか。はい。はい。どうですか。まあ。まあ、いい車ですね。これ光りみます。光りますね。裏履きですね、それ。出てないですね。前はあれですね。まあ、前はこうな、まあ、これ V8 なんで、V8 なんで。本当だ。V8 だ。バラ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 。違いますね。別にこれタイヤのあのなんかそういう。こんくらいキャンバー欲しいですね。キャンバーこれぐらいじゃないですか。おかしいっすね、なんか。いいんじゃない。おかしいっすね。
今日はこれぐらいですか。かっこいいですねこれ。よしよしよし、で、血に回すぞ。いや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 、で、血に回すぞ。かっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。まあ、今日は撮影しながらなんで。ここですね。いやこんな。しかもこれ僕の動画ですね、公開した感じですか。いやいやいや、これまだ後になるんで。どう公開してください。はい。何層も綺麗じゃないですか。何ですか。何層も綺麗。何層綺麗ですね。インテリア。うん。広い。広い。広い。あ、これチャチャですか。え、チャチャですね。チャチャですね。俺のベンツより広いし、これ似合わねえ。ナビもちゃんと買ったっすからね、三速ナビ、まあ、あ、そうですね、今はまだあれですけどね。あれだな。もらった。よくわかんない。昼間もらったんだけど、よくわかんない。うん。あー、どうだった動画。うん。懐かしいでしょ。うん。懐かしいでしょ。なんであれ出しないんだろう。結構あるんだよね。うん。まあ。ちょっと事情により出せない動画もあったけど、事情によりっていうのはちょっといろんな面でねってことね。うん、うん、そういうのじゃないよ。うん、うん、まあまたね、砂漠行ってみて、なくした携帯のな、あーごめんね、これ落とした携帯がある。落とした携帯の SD には本当はいっぱいあるんだけど、携帯見つからないんだよね。まあしょうがないです。うん、じゃあまあとりあえずね、そんな感じで今回はね、まあこんな感じの懐かしい動画でしたね。はい、じゃあまた何かあれば、なんかあるのかな、名前だろうな、いやあるだろうな、ないだろうな。次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。